はいどうもこんにちは、ゆうこるです。今回なんですけども、新しく来たクローズコラボガチャを引いていこうと思います。まるでパズドラ学園のね、すごい優秀な新学期ガチャですね。新学期優秀な生徒たちがいる中、その上にあるのはヤンキーたちですね。すごいコラボですね。ある意味、すごいコラボかもしれない。このタイミングでのクローズコラボは。優秀な新学期ガチャと、ヤンキーたちのクローズコラボガチャ。なかなか面白い組み合わせですよね。で、今回なんですけども、こちらのクローズコラボガチャを引いていこうと思います。星6が 2.5% だね。新学期ガチャが星8が 1.5% に対して、クローズコラボ 2.5% だから、まだ引きやすいかな、比較的。狙いとしてはね、もう圧倒的に一択で、まず月島花ですね。こいつがめちゃくちゃ強いので、このスキルがね、人回復を盾生成っていう、これがまずめちゃくちゃ欲しいかな。で、シーターと欲しいキャラって言えば武田。吸収無効プラス闇生成なんでね、一応持っておきたいキャラではある。あと誰だろうね。まあ一応これ持っておきたいかな、ぐらい。そんないらんけど、まあ一応持っておけたらな、ぐらいかな。っていう感じで、まあ実際にね、引いていこうと思います。はい。これ強いね、普通に。よし。じゃ、クローズコラボガチャ引いていきましょう。35連引けるからね。まあ一応石はね、まあ課金してきましたで、あとなんだっけ、限定パックみたいなの持ってきたんで。おっと。なんか、プラス1でんの？これもしかして。あ、プラス99なんだ。これでも進化後は一応アシストができるからね、一応。でも2体目は賞味そんないらんかな。無糖ですね。で、クローズコラボの問題点が一つだけあって、本当にこのコラボって実況者潰して、てか銀が出るのなんか懐かしいね、最近のガチャで。あんま銀いないもんね。なかなかなんか懐かしい感じもするけど。これ実況者潰しすぎるとかあって、マジでキャラが読めない。クローズ原作見てないと絶対キャラわかんないです、これは。もう読めないもんだって。普通の名前だから。なかなか実況者潰しですよね。はい、残り32回。さあ引いていこう。なんかあれだね。銀ってだってね、最近のガチャ全然なかったよね。コラボガチャも金とか多かったから。何こいつ。誰だろう。全然俺クローズとか引いてなかったからさ、こういうキャラちゃんと引いとかないとダメなんだよ、本当に。周回使うから。はいはいはい。まあいいんじゃないですか。絶対読めないし、逆に名前読まないでおくわ。なんか読んで間違っているから読まない方がバレないから、せめて読まないでおこう。はい、また金だね。いや、虹が出ないね。そうだね、星6が当たりだから虹が出た瞬間当たりだもんね。このガチャの形最近出なかったしな。なんか、最近のガチャ虹ばっかだったからね。まさに新学期ガチャもね、虹多かったし。いやー、銀だ。マジか。2.5%。意外と渋いな。あ、こいつあれじゃない？あ、やった。これ欲しかったキャラだな、こいつ。周回で使えるから欲しかった、普通に。まあ悪くない。はい、28回。いやー、クローズでもね、今回当たりキャラが渋いからね、周回性能が多いキャラが多いんだよ、ね。どちらかといえば、ここで使えるみたいなやつが多いからさ。めっちゃ強いっていうキャラがあんま最近出てないから。おー出た！でもこいつは強い、このエンハンスは。こいつあれだからね、悪魔5倍エンハンスだからね。やべ、ボックス拡張したのバレる。悪魔5倍エンハンスだからこいつ。めちゃくちゃ強い。これはマジで強い。しかも17ターンになったからね。このスキルは普通に強い。最高。悪魔タイプ5倍エンハンスはどう考えても強いね、だって。悪魔タイプ多いしね。さあ、またしても銀。あれ、20出んねん。お前、ちょっとそれ、配信できないからやめろよ、てめえ。指立てた、まあ、今人差し指かな、多分。指立ててたけど大丈夫かな。はい、銀。ちょっと、一応解説動画撮ったはずなんだけど、あ、村田か。あんま分かってないよ、誰が誰か。見た目だけだったら。あれ、虹渋くね？まずいで、こんなガチャ動画。やばいぞ。あれ、なんか虹出ないぞ。安田、どうなってんの、これ。なんでこんな虹出ないの？そこら辺でまず一発バシッと。おー、さすが。さあ、来い。録画停止になってたんだけど、何これ、何のバグ、ここから録画停止。え、なんか録画停止になってたんだけど、全くもって意味がわからん。何のバグだそれ。 OBS のバグかな。リンダマンが出ました、さっきの忍者。失礼しました。リンダマンが出て、まあ、リンダは正直ね、この携帯が欲しかったから、まあ、全然悪くはない。当たりっちゃ当たりかな。うん、でもソロであんま使わないけどね。マルチで使えるから一応強いかな。マシンドラゴン悪魔キラーって刺さるところでは強いね。このスキル。あ、この覚醒スキル。で、その後に、こいつが出て、こいつが出て、今って感じですね。はい、まあ、引き続き引いていきましょう。大丈夫かな、取れてるかな。おっ、取れてるね。何のバグだったんだろうね。いきなりさ、なんか、OBS 見たら録画停止になってたんだよね。びっくりした。あれ取れてないやんっていう。今気づいてよかった、まだこれで最後まで取れてなかったらまず最悪だったからね。よしよし、引いていこう。でも虹まだ1体だけなんだよな、しれっと 2.5% なのに。
一応ね、確率的には 2.5 の5体だから 12.5% なんだよね。星5の、あ、星6の確率は。でも今多分8回どころじゃないと思うんだけど、引いてる回数。この、ね、8回に1回出てもいい計算なんだけど、全然出ないっていう。頼むぜ、マジで。残り18回。いやー、渋くね、星6。マジで。そんな出ない？普通もうちょいなんかね、ね、出てもいいと思うけど、8分の1なんだから。本当にこれ8分の 1？ マジで言ってる？渋くね？ちょっと。頼むよ、マジで。ここら辺でバシッと虹さ、来てくれないと困る、この、この、ナイス、来い。よし、はい。もう、フライングナイスもダメじゃん。マジで？ちょっと虹が来ないとね、あんまりね、なんかね、食べることないからね。ちょっとね、なんか、悲しいよね。ちょ、頼むわ、マジ。虹来い、虹来い。ちょ、虹が来い、虹が。頼む、本当に。お願い。虹。よし！よし、やっとじゃん。まあ、ノーコメントでいこう。で、リンダマン買うんだよ。そんないらねえよ、言っても。さっきまだ言いように言っただろ、さっきまだ。あ、まあ、意外と使えるからって言ったじゃねえかよ。使えねえよ、実際、そんなに。一回しか見たことねえよ、周回パーって使われてんの。ナイス、虹来た！俺この現象昨日もあってさ、新学期ガチャの生放送履歴残してると思うんだけどさ、学園オルチ3連続出たんだよね。この現象が起きてるんだけど、何これ。なんでリンダマンとかいうそんな強くないやつが3連続出るの。嫌なんだけど。月島花がマジで欲しい。いやー、いらない。クローズ好きな人には申し訳ないけど、正直俺は今回のコラボ月島花以外興味がない。実はこれだけの話、月島花がマジで欲しい。残り8回。頼む、マジで。いやー、銀かよ、また。もう、あ、リンダマン全部交換に出そう。最悪。最悪、リンダマン交換に出して月島花交換したい。残り7回。いやー。またしても金。これ5回。マジっすか？あれ？俺石何個用意したっけ？あれ？俺179個くらいなかった？あ、まあ、そんなもん。40、40、40。あと1回出れば妥当か、ここで。いや、出ないし。出てないし。出ないし。出ないし、出ないし。おかしい、おかしい、おかしい。あ、こいつ、まあ、地味に悪くないかもしれない。一応、まあ、固定ダメージプラス遅延だから。まあ、一旦欲しかったっちゃ欲しかったから。またしても金。はい、金。とりあえず金。もうなんか、慣れてきたわ、このコラボに。もう金ばっかだね。ちょっとほんと金しか出ない、このコラボ。ダメだよ、もうこのコラボ。もうお前いいんだよ。絶対出てくんだよ。もう、今日動画ネタ考えたのに、せっかく。全然ダメじゃん、これだったら。まあ、でもまだあるから、一応。一応この3つがあるから、まず星6確定で、月島花を引く。さらにここで2勝引ければでかいんだけど、はい、まあ金。でもこっちはいいよ。こっち無料ガチャだから、許せる。問題これよ。これ課金ガチャだから、一応120円の。これ虹出てもらわないと困りますよ。は、マジふざけんなよ。は、マジふざけんなよ。唐突なマジと。いいって。マジこれで月島花引くから、まず。月島花がマジで来い。せめて武田。あざーす。どっちか。お、おー、やったやったやった、月島花じゃん。よしよしよし、悪くない。あぶねー。セーフセーフセーフ。なんとか耐えた。じゃあこれで、月島花と、ボンバーマンはゲットして、あとつくまも持ってるから、つくまじゃないわ、グリコ、グリカを持ってるから、武田とこいつか。こいつら交換どんぐらいなの。俺ボンバーマンいるから交換しようぜ。もういらない、いらない、ボンバーマンあげる。俺のボンバーマンあげるわ、特別に。あ、でもそんな別にこいつらいらんな。あ、まあ別にそんなこいつらいらんから交換したくていいや。まあ強いてほしいって言ったら武田ぐらい。武田ワンチャン欲しいけど、まあ別に武田交換するならね。だってね、
で、武田交換するならね、だって、ね、そりゃ、ね、ウルカいるしね。だってウルカいるし、ね、カーリーもいるし、ね、ヨグもいるやん。ね、どのタイミングで、ね、まあ、そんないらない。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。